&T チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ゆっちです。今日もブルマでフィットネスやっていきます。よし、今日の種目はランジです。これも、太ももとお尻を鍛えていきます。大きな筋肉なので、しっかり鍛えると姿勢も良くなるし、基礎代謝が上がって痩せやすい体になります。はい、一緒にしっかりやってみてください。スクワットよりもランジは片足の種目なので、ちょっとバランスも難しくなります。このバランスをしっかり保つために、お腹をギュッと締めて体幹を鍛えながらバランスをとって、ぜひぜひやってみてください。これもね、自分の体重をかけてやることで、筋肉は育っていくんですけど、ムキムキマッチョにはならないので、そこは安心して、毎日の生活に、どこかの時間にぜひ取り入れてみてください。はい、それではやっていきます。まず右足から行きましょうか。右足を前に出して、左足を後ろに下げます。ちょうどね、右足90度、左足90度、この角度になるように、ここから行きましょうか。ここから少し上げたところから、このポジションまで上がっていきます。ここから、1、2、この膝がつききらないところからまた上げていきます。はい、これをまた10回を3セットいきたいと思います。右足前の10回、左足前の10回、これが1セットとして、2セット3セット、ちょっと長いけど頑張ってみましょう。はい、じゃあセットポジションいきます。右足を前に出して、もう左足ついちゃいましょうか。ついちゃって90度の角度を作ります。できた？できた？はい、ここからしっかりかかと、これもかかと重心の、しっかり踏ん張ってみてください。ここから、はい、上がります。1。はい、戻す。で、膝はつききらないところから、2。さあ、上げていきます。下がって、上がる。3。はい、バランスも取りながら、はい、頑張って。4。下がって、5。呼吸しっかり、6、はい、しっかり両足で踏ん張ります。7、おっとっとっと、バランスもしっかり、9、あ、じゃない、8、はい、9、バランス取りにくい方は、壁を支えながらぜひぜひやってみてください。はい、ラスト10、 OK。 はい、ちょっと倒れないようにね、気をつけてください。私もフラフラしてるけど、支えながらでも大丈夫です。はい、じゃあ反対側行きます。左足が前。はい、右足つきます。はい、ここから、はい、しっかり踏ん張って、まっすぐのまま。はい、上がりまーす。1。はい、10回行きますよ。2。はい、頑張ってー。はい、3。ゆっくり戻す。4。ふう、呼吸しっかり。5。これ、膝の位置気をつけてください。5。内に入らないように。5。あれ、6。鼻出た。7。はい、8。あと2回頑張って。9。おっとっと。バランスも取りながら。10。OK!足に効いてきてるかな。ちょっと人によっては前に効きやすかったり、この曲げてる方のここにもね、前もも股関節にも効いてくると思います。ちょっと足の裏全体、ちょっと筋肉の、使ってるぞっていうのも、感じながらぜひぜひやってみてください。はい、じゃあ2セット目いきます。2セット目も右足前からいきましょう。ほい、しっかりバランスとって、はい、いきます。1、下がる。2、バランスしっかり。3、4、かかと重心でお尻でしっかり上げる。5、
6、7、8、9、10、 OK! じゃあそのまま反対も行きましょう。反対もすぐ行こう。すぐ休憩しちゃうと効果が半減しちゃいます。よし、行きまーす。1、2、慣れてきたかな、バランス大丈夫かな、3、はい、4、しっかりバランスとって、5、お尻締めながら、6、お腹にも力入れて、7、でも呼吸はしっかりいきますよ、8、9、ラスト、10、 OK! ちょっとペース早かったかな。よし、じゃあちょっと呼吸を整えて、3セット目いきます。はい、3セット目を右足から、右足前の状態からいきます。はい、ラストセットです。頑張ってね。一緒にやってね。いきまーす。せーの。1、戻す。2、上がって、上がる。3、いい感じ、いい感じ。4、プルプルするのを感じながら、5、バランスとって、6、呼吸しっかり。7、お尻お尻、お尻太もも。8、あと2回。9、ラスト、10、OK!はい、足チェンジ、反対いきまーす。ふぅ、ラストセット、いきまーす。はい、ポジションしっかり、90度、90度。はい、ここから、上がる。で、戻る。はい、2。ふぅ、呼吸しっかり。3。足に来てるかな?大丈夫かな?4。おっと、バランスしっかり。5。6、ふぅ、1、はい、頑張って、8、まっすぐ下がる、9、ラスト、10、OK! ふぅ、足効いてるかな、お尻まで。ちょっと熱くなったのを感じて、しっかり水分補給も忘れずに取ってみてください。はい、じゃあランジ、また一緒にやってみてね。お疲れ様でしたー。